どうも、キリス世界マドです。お待たせしました。チッ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 。三冠運転初めてというわけでですね、今回マズラビデオ、都市伝説シリーズでございます。というわけでですね、令和のミスター都市伝説、ミスター関を呼んでおります。うわっどうぞなにぃミスター関、ポテチ食う。今いらねえよ今回の都市伝説は、全身を白装束でまとい、ワイドショーでたびたび報道され、注目された団体。パラウェーブ研究所という団体が日本に存在したのね。というわけでですね、今回はそのパラウェーブについて触れていきたいと思います。パナウェーブは平成6年頃から会長が左翼勢力からスカラー派、電磁波攻撃を受けていると主張し、電磁波の発生源であるとして電柱や鉄塔などを調査してきたと称する団体なのね。そしてパナウェーブ研究所を組織する血の小崩壊を簡単に分かりやすく説明すると、宗教と科学は宇宙の真理を違う側面から追求したもの、つまり宗教と科学の一致論を唱え、信者たちはそれを信仰していたの。あのフォーム入りたい切実じゃねえかそして思想的には反共主義であり、共産主義者がスカラー電磁波で日本を襲うとも主張してんだよ。バカ怖いじゃん。怖いでしょ。怖いでしょ。ガチで、ガチですよビビんなよあんまりそして共産ゲリラからスカラー電磁波を浴びて教祖は病気になってるという話が定番なのよ。また日本共産党に対して一方的に文書を送りつけるなどの活動もしていたのね。そしてパナウェーブ研究所は血の小崩壊という研究部門として機能し、もっともらしい科学的根拠と現実の状況を関連付け、陰謀論や終末論、予言やユートピア思想などを巧みに使って信者たちを洗脳、マインドコントロールしたことで有名なのよ。ちなみにパナで研究所とつくからに、視聴者の皆さんもパナソニックの関連事業かと思うけども、一切関係はなく、いい迷惑なのよ。そして話を戻し、パナウェーブ研究とは要するにスカラー電磁波の研究なのね。スカラー電磁波はかのニコラ・テスラが発見したテスラ波を元に提唱された方向の概念を持たない電磁波なのよ。現在電磁波で科学的な裏付けが証明されているものはベクトル波だけで、ここでいうパナウェーブ、スカラー電磁波は具体的な実証がないまま研究が進んでないよね。チノちゃんは可愛いのナンパすんだよそしてパナウェーブに限った話ではなく、日本以外の世界中の陰謀理論家の間では、スカラー電磁波を使った超兵器によって様々な陰謀が繰り広げられていると考えている学者も少なくないよね。しかしパナウェーブ研究所は現在は自然消滅したと福井新聞の調査で報道されてんだよ。血の小崩壊の教団勢力の衰退とともに、一部門であったパナウェーブ研究所は解散されたのね。しかし本当の意味で解散したのかというと、事実とは異なるのよ。オウムでいうところの光の輪、アレフ的な感じではなく、現在は血の小崩壊から LR 出版、血の心理小崩壊に名を変えて宗教活動を続けてんだよ。このスカラ電磁波ってさ、あの最近ね、東大が開発した部屋に入るだけでスマホ等を充電できるっていう完全ワイヤレスシステムに近い。どうなんですかね。それはちょっとわからないんだけど、これアップルが長年目指したゴールだからね。ちょっとわからない話ふんなよお前そして血の心理小崩壊の現在の信者数は公開されていないけども、全国で多くても1000人もいないだろうと言われてんのよ。また過去にはパラウェーブは事件も引き起こしてるのね。アルマゲドンを予言し、信者たちが国道を占拠する事件、パラウェーブ研究所内で信者同士が争い一人が変死する事件、森の無断伐採など事件を引き起こしてるのよ。逮捕するよされる側だろそして世間で有名になったとされる事件といえば、予言による信者たちの大移動なのよ。惑星ニビルが地球に落下して2003年に地球が滅亡すると、当時パナウェーブ研究所が発表し、信者たちが福井県に集団移動した事件はオウム真理教の再来を想起し、メディアを通し世間を震撼させ、注目が集まったのよ。まず福井県は惑星ニビルから逃れられるのそれらしいですね殺されたぞお前そしてオウム真理教のテロ事件からまだ10年も経っていない2003年頃からか、マスコミも飛びつき、公安調査庁からもマークされ警戒されていた時期もあるのよ。そして2022年、今年になって LR 出版の公式ページや公式ブログの更新頻度が増え、先月に至っては107もの記事がブログにて投稿されてんのね。ブログのタイトル、内容に関してはいかにもな感じだけども、何かが動き出そうとしてるのかもしれないのよ。インディードサムシング間違ってた